セリエ A、セリエ A1948 から1949セリエ A1948 から1949は、1898年に創設されてから47回目のイタリアサッカーリーグのトップディビジョンであり、1リーグ制で開催された17回目のシーズンである。前年優勝チームはトリノ。1949年5月4日。 スペルガの悲劇と呼ばれる飛行機墜落事故が起きた。1947から1948年シーズンのセリエ A からサレルニターナとアレッサンドリア、ビテンツァ、ナポリがセリエ B へ降格し、代わりにノバーラとパドバ、パレルゴがセリエ A へ昇格した。トリノが5シーズン連続通算6回目のスクデットを獲得した。 5連覇は1930から1931年シーズンから1934から1935年シーズンにかけて、ユベントスが達成して、以来の快挙である。インテルのイシュトバーン・ニーエルスが、得点王に輝いた。グランデトリノ1939年に、トリノの会長に就任したフェルッチョの応募によって、後に、グランデトリノと呼ばれる偉大なチームの基盤が作られた。 トリノは1942の1943年シーズンから1947から1948年シーズンまでに4連覇を達成し、1942から1943年シーズンはコッパイタリアでも優勝した。1948から1949年シーズンも敵地でインテルと引き分けた第34節終了時点で、 インテルと勝ち点差4の首位に立っており、5連覇達成は目前だと考えられていた。1949年5月3日、トリーノ首相、バレンティーノ・マッツォーラの友人で引退を控えていた、ベンフィカのフランシスコ・フェレーラのために、リスボンでトリノとベンフィカの親善試合が行われた。翌日、トリノへ戻る途中に飛行機が墜落し、選手やクラブスタッフ、同行記者、乗務員など、 乗客全員が死亡した。事故後の臨時役員会で、トリノとスクデット争いをしていたインテルを含む、複数のチームからの提案により、第34節終了時点で首位のトリノに、スクデットを与えることが決定された。トリノは、残りの4節をユースチームで戦い、対戦相手もユースチームで対抗した。スクデット争いには関係なかったが、4連勝でシーズンを終えた。 すぐに、ノーボ会長がチームの再建に着手したが、グランデトリの再建は容易ではなく、1953年に会長を辞任した。その後もトリノは、スペルガの悲劇以前のような輝きは取り戻せず、1958から1959年シーズンには、クラブ初のセレビー降格が決定した。出展、イタリー1948、49、RSSS 会。 フランコ・チェラッティ、セリエ A の20世紀、横山周一郎、ビクターブックス、2000年3月9日、325ページ。順位の決定基準、1、勝ち点2、得失点差3、得点数。ありがとうございます。